はいどうもプレスの T です。今日はですね、予想問題の罠っていうところでお話していこうと思います。皆さんですね、共通テストの予想問題集とか解いてますか？各社ね、いろいろ出してきていて、去年はこんな問題が当たりましたみたいなね、こういうのをまあ売りにしているようなものって結構あるわけですけれども、この問題集ね、実は罠があるんですよ。で、そのこと気づかずにですね、本番突入してしまうとえらいことになってしまうってことがあったりするので、今日はその注意点についてお話していこうと思います。で、早速見ていくことにしましょう。じゃあまずですね、予想問題が何で当たるのか、その理由について説明していきたいんですけれども、まず一つあるのは徹底的な研究ですね。皆さんもね、共通テストの過去問とかしっかりと分析してるとは思うんですけれども、それって所詮は所詮なんですね。世の中にはですね、塾業界っていうのがあって、もう本当10年とか20年とかもっと長いようなスパンでずっと共通テストとかのね、研究っていうのをやってるわけですよ。で、そういった傾向を完璧につかみきってるプロっていうのが何人も集まって、いやどうでしょう、こんなんは出そうですかね、どうでしょうどうでしょうっていうのをずっとね、会議とかでやってるわけですね。で、そうやってできた予想問題だから、それ当たる確率は高いんですよね。で、2つ目の理由になるんですけども、とにかくたくさん作るんですよね。もう膨大な量の問題っていうのを作りまくるわけですよ。皆さんも予想問題とか解いてると思いますけども、それって世の中にね、出版されている予想問題集のうちのほんの一部だったりするわけですよね。で、その数ある問題集の中から偶然当たったやつだけをピックアップして、もうデカデカとね、これ当たりましたってすごい声高に宣伝するんですよ。だってね、よくよく見てもらったら、ズバリ的中とかっていうのも本当に1問とかじゃないですか。しかも各教科で1問ずつぐらい当たるんだったらまだいいですけど、本当に特定の科目で1個出ましたとかっていうのが表紙にドーンとでかく出てるとかっていうケースがほとんどでしょ。この辺の話は本当皆さん冷静に判断してくださいね。予想問題が当たりますって言っている理由、最初言ったようにですね、確かにプロが作っていてそれなりに精度が高いものはできているのは間違いない。ただそれもですね、めっちゃたくさんある問題の中から偶然1個や2個当たったとか、その程度に過ぎないんですね。だから皆さんもですね、共通テストの問題買うときにはその辺のところしっかりと踏まえて、まあこれ当たればラッキーかなっていうふうに考えておいてほしいんですね。でね、今説明した内容っていうのが予想問題が当たる理由だったりするんですけれども、こういうことを言うとですね、いやいやそんなこと言っても、じゃあたくさん問題があるんだったらそれ全部解けばさ、そもそも精度高いんだからほとんどの確率当たるんじゃねとかっていう人いるんですけれども、そういう話ではないんですね。今回のテーマである予想問題の罠っていうのはですね、そういうふうに思った時点で負けなんですよ。どういうことかっていうとですね、予想問題とかってたくさんあるわけで、それじゃあ全部やっていけば絶対当たるはずっていう風なマインドが働いちゃうと、あれもやろうこれもやろうっていろんな問題解いていきますよね。で、まあ、ある程度たくさん解くじゃないですか。そうすると何が起こるかっていうと、次にですね、絶対に俺の知っている問題しか出ないっていう風なマインドになっちゃうんですね。これはある程度の部分はね、自信っていう風な言葉でも言い換えれるので必要な部分でもあるんですけれども、これがね、行き過ぎるとどうなるかっていうと、過信っていうものに変わるんですね。そうなると本番で悲惨なことが起きるケースがあって、もしね、本番で知らない問題が出た場合ですよ、自分の中では 100% 知ってる問題しか出ないっていう風に思っているのに、全く見たこともない新傾向の問題が出てきたと。で、こうなってきた時に、あまりにも予想問題っていうのに傾倒している人は対応できなくなっちゃうんですね。とにかく柔軟性がなくなっちゃってるんですね。普通模試とかでも初めて見るような問題が出る前提で受けるから、どうやって考えればいいんだろうっていうところでね、頭使えるじゃないですか。ところが共通テスト本番ですよ、もう失敗できない。で、こういう極限状態で必ず出る、絶対大丈夫っていう風に変にですね、自分をこう鼓舞していた人っていうのは、万が一知らないのが出た時に完全に思考が止まっちゃって、もうそのまま終了と。で、まあ当然そんなことになったらね、点数出るわけないですよね。今かなり脅しをかけてるわけですけれども、例年やっぱそういう人って出てくるんですね。現に僕のところにもですね、 Twitter とか DM とかで、こんな問題って出ますか、こういうのってさすがに出ませんよねとかっていうふうなこと言ってくる人いるんですけれども、そんなものははっきり言って僕にも分かりません。最後の最後で塾講師がすごい無責任なこと言ってるなって思うかもしれませんけれども、僕からするとね、絶対この問題が出るよとかっていう方が怪しいんですよね。まあ確かに共通テストじゃ数学で必ず二次関数が出ますよとか、まあこういう程度の予想だったらできますけれども、ピンポイントでこの問題が出ますとかっていうのはね、わからないっていうのが本当のところだと思うんですよ。なので皆さんもね、学校とか塾とかでね、これ絶対出るからとかっていうのも、まあ話半分ぐらいに聞くっていうのはね、ぜひ徹底してほしいんですよ。
そして皆さんのマインドとしてどういうふうなことを考えておくかっていうと、必ず知らない問題が出るっていう前提で共通テストを挑んでほしいんですね。確かにね、怖いとは思うんですよ。共通テスト本番で失敗できないのに全然知らない問題が出てきたらどうしようと、そんな不安な状態でテストを受けるのってどうなのっていうふうに思うかもしれませんけれども、逆に考えたらいいんですよ。それこそね、だって知らない問題っていうのが出る前提で知ってる問題ばっかり全部出たら、あ、ラッキーって言うと、それだけでいいじゃないですか。普通に解けるわけですから何も問題ないですよね。一番怖いのは皆さんがね、ほんと油断してもう絶対大丈夫っていうふうに思って不意を使う時が怖いわけじゃないですか。だから普通にね、もうわからない問題って出るよねと、でわからない問題が出たら絶対に考えればできるんだっていうふうに考えるってことですね。共通テストの問題っていうのはそもそも皆さん知らないような問題が出るかもしれないけれども、考えれば解けるようにはなってます。だから出たとこ勝負っていうのはめちゃめちゃ重要な考え方になってきます。でさらにですね、もし考えてもわからなかった場合、ここまでね想定しておきたいんですけれども、その場合は誰もできないって思うことですね。先ほど言ったように基本的に共通テストって考えれば絶対できるようには作ってあるんですけれども、ごく稀に例外的にマジでわけわかんない問題っていうのが出ることがあるんですね。でもその問題はどうせ誰もできない問題だから取る必要性がないんですよ。普段から僕ね、共通テストの問題って考えたらできますよっていう風に言ってるわけじゃないですか。でまあ、これは学校とかも他の塾とかでもね絶対言ってる話だとは思うんですけれども、言うて 100% 必ずできるってわけではないんですね。でもしそういう問題に遭遇したら皆さんちゃんと思い出す、あ、この問題はできないやつだと、例外の問題が偶然出てしまったんだと、そういうふうに考えてください。あまりね完璧っていうのを目指しすぎるとどうしてもね足元すくわれやすくなっちゃうんですよ。なので普段から言ってるようにですね、2段階ぐらいの目標を設けておいて、完璧にいったらこれぐらい取れたら嬉しい、だけどまあ万が一ねミスってもこんぐらい取れてればいいかなぐらいの第2のね妥協ラインみたいなのを設けておくことですね。でまあこういうふうなことを言うとお前適当に受けすぎじゃねっていうふうに思うかもしれないけれども、それぐらいのマインドで受けた方が結果的にいい点取れたりするケースが非常に多いので、まあ皆さんもねぜひ2段階の目標っていうのを考えて完璧を目指しすぎないっていうところで受けてみるといいんじゃないでしょうか。はい、というところでいろいろと話をしてきたわけですけれども、まあ、この時期ね本当に予想問題解いてる人めっちゃ多いと思うんですよ。でそれ自体は全然悪いことではありません。むしろどんどん解いてもらったらいいなっていうふうに思ってるんですけれども、あまりにもね予想問題っていうのをこう過信してしまうとですね、結局本番で足元すくわれるって結構あるんですよ。なんだかんだで予想問題っていうのは本番とは微妙に傾向が違ったりとかっていうのでね、チューニングを共通テストの予想問題っていう方に合わせすぎたせいで本番点が取れなかったみたいな話も本当よくあるので、まあ皆さんもねそこら辺のところは注意してくださいと、そういうお話でした。じゃあ今日はこの辺で終わろうと思います。お疲れさんでした。さよなら。